それじゃ、行ってきまーす。春だね。ふふ。お、何よ、ミルクでも欲しいの？ぶっ潰してあげる。なんか私たちものすごく高校3年生って感じしない？踏み出す時のお手伝いをできたのかもって。一歩踏み出す時のお手伝いをできたのかもって。
今日の選択はきっと光にあふれる未来に続いているはず。ちょっと私コーヒー飲むからこれ脱ぐわ。何もかも失ってしまうかもしれない。本当に心って持ってるよね。時間ってなんで早く過ぎちゃうんだろう。なんか私たちものすごく高校3年生って感じしない？行くわ。私たちの新たな旅が始まるわ。もうお姉ちゃんを目指したらダメなのかな。あら？あそこで何か光ったわ。何かしら？素敵な思い出作りましょうね。
一歩踏み出す時のお手伝いをできたのかもって。私は通りすがりの美少女、モカ。ほんのモカちゃんジョークだよ。転した先に何があるのか興味があるのよ。俺は多分ヘタッピ以外には効かないやつだから。一緒にバンド頑張ろう。次の企画をお楽しみに。絶対にたどり着こう、最高のライブに。
いて、落ち着いて、私…のあれが出そうな予感。共有できるのはとても大切なことだと思う。みんなが一歩踏み出す時のお手伝いをできたのかもって。私今すっごくジーンと来ちゃった。それじゃリサ先生が特別に教えてあげる。いろんなものを発見できて宝探しみたいでした。私はこの歌詞を必ず仕上げてみせる。なんかめっちゃ恥ずかしいんだけど、これ。あなたたち、ロゼリアに全てをかける覚悟はある？はまだなの？父様！お待たせしました！あんたってほんとわけわかんない。それじゃあみんな気合い入れていこうぜ。なんで私タコなの？カオちゃんは優しいね。
私がすごいならさよちゃんだって絶対すごいんだよ。サヨのこと頼んだわよ。夢を追いかけている全ての人です。私まだうまく言えないけど、この曲大好きです。私このままでいいのかな。あのこの音って、お姉ちゃんはね、とにかくかっこいいんだよ。やっぱり普通って難しいな。あの、この音って…ようやく先に進める。この一年の努力が形になる時が来たのよ。何かあちらから大きなものが近づいてくるのですが、
パレオのバスバレ愛は永久に不滅です。私の気持ち、どうしてもかすみに伝えたいんだ。言葉じゃなくて、気持ちが。素敵で綺麗な絵だね。トモエの言うかっこいい姉ってさ、アコに頼られることだけなの？君のような強引なお姫様は初めてだ。みんなが一歩踏み出す時のお手伝いをできたのかもって。やりたいことがあったら声に出さないとダメじゃね？今はただ白金さんを信じましょう。しましょうか。可愛くできた。ありがとう。また降ってきたね。急ごっか。ええ。
せーの。